ああマジでおもれえ、このゲーム最高やんマジで。ちょっとこの試合打てんかったら終わります。でこの試合コールドしたら継続ということで、外使ってください。なんでですかね。来週から TS 第6弾と思うよ、うん、TS 第6弾は安倍さん福留さんは出ろうな。ホークスピッチャーか。ホークスピッチャー誰が来るんやろうな。宇都宮さんどうですか。マジで最強っす。これ冗談抜きで楽して勝てる、そんなピッチャー今までにおったか。いました、外小場。でもよかった、なんか最近外小場さんなんか全然おらんくなったけん、マジでよかったわ。姿消したけん。いや俺福留さんは取り行かないっすね。由伸でいい俺。てか由伸がいい、由伸さんがいい俺。こんなとこで降板するピッチャーじゃねえ。やば、山本由伸という男はこんなとこでくたばる男じゃねえなあ。そうだろ、そうだ、内野前進にしときゃよかった今の。パーパラパパパーパラパパパーパラパパパパーパーパラパパパーパラパパパーパラパパパーパー。テンポ丸、あー2点取られちゃった。あーこれ甘いか。イチロー、ナイス。これギータやったらポロポロ。そもそも多分間に合ってねえか。あそうね、巨人純正高橋さん中継ぎに回せるのクソでかいよね。だってそしたら高橋、ビエイラ、高梨、中川、最強じゃん。絶対やらん巨人純正俺。そんなんもうそんなん超高速しよったら俺多分頭おかしくなってしまうかもしれない、打てなさすぎて。翔平、これが翔平、これが翔谷バッタに。ホークスファンの人はね、一回は大道さんのモノマネしたことあるよ、人生において。あ、大道さん代打の神様やったらホークスワンチャンあったね。で正午でミートエッショ、今日初めて1万円課金して自分も宇都宮さん取りました。ナイス。もうずっと使い最強やけんです。はい、
タンタタラタタンタタラタタンタタラタタンタンタンタ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 タラタタラタタ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 タタいや正面やもう。いやいいね。てかさ、またスピリーグ不正出とったんしょ。バレントでも思いよるんかな。やばい、もうバッティングが適当になっとるわ。ルルルルルル。あーそう、伊能さんの忘れとった。ちょっとこの後やろう。ありがとう、ナイスコメント。それ忘れとった俺。カメラワークやば、酔うんやけど。リアタイではあまり見かけないけど強いピッチャーいたりしますか。ロッテシリーズ1増田、これマジ最強っす。沢村さんって巨人純正必須。まあ追った方がいいね、絶対ね。でもやっぱりその良くないのがやっぱ遅延行為とかさ、相手に迷惑がかかることはしちゃいかんけど、その自らの切断って別相手に迷惑は多分かからんじゃん。普通にその相手があのあれになるだけで、試合があの勝ちになるだけやけん。だけど相手に迷惑がかからん切断やったら別にいいんじゃない。なんじゃ今の守備。もうねー、これがプロ野球スピリッツエースなんすわ。あーやってるわマジで。お相手さんもうイラついてんじゃんマジで。諦めんな、あと2アウト取ったら延長だぜ。何を血迷ってサードに投げたん。セカンドゲッツーでチェンジあったやんかやん。あそこからホーム投げて間に合うんやったら誰も苦労せんわ。ゴミ野球プロ野球スピリッツエースじゃん。違う、ゴミ野球エースじゃん。あそこからホーム間に合うんやったら苦労せんばい。あそこセカンドゲッツーやったら延長やったやんかやん。頭悪すぎやろこれ。あーマジでおもれえこのゲーム。最高やんマジで。